茶系飲料は茶葉を原料とした飲料。缶やペットボトルや入れた状態で販売されているものを特に刺す場合もある。本校では主に日本国内の茶系飲料について述べる。茶系飲料は緑茶系飲料、紅茶飲料、ブレンド茶飲料、ウーロン茶飲料、麦茶飲料などに分類される。2014年の日本国内での生産量のシェアは 以下の通りである。茶系飲料の生産水日本において初めて生産された茶系飲料は1970年代の紅茶飲料である。1981年に主に業務用として発売されたウーロン茶飲料が送信効果の宣伝によって家庭用として消費を拡大するにつれ茶系飲料の生産は拡大した。1985年には 世界初の緑茶飲料として伊藤園が缶入り鮮茶を発売すると多くの飲料メーカーが緑茶飲料の生産に参入した。日本の緑茶は蒸し茶のため保存期間が長いと変質しやすいがビタミン C を添加することによってこの問題が解消されている。1990年の時点ではウーロン茶飲料と紅茶飲料が茶系飲料の生産量に対して それぞれ55%、45%のシェアを占めていたが、1990年代から2000年代にかけてペットボトル入りの商品の登場などもあって、渦のように緑茶飲料は市場が急激に拡大している。また、1993年にアサヒ飲料がお茶どうぞ16茶、日本コカ・コーラも同年に創建チャを発売したことをきっかけにブレンド茶飲料も 市場を拡大した。なお、渦で、その他に入っている、麦茶飲料は、年間 20KL 程度の生産量を維持している。また、2000年代に入ると、ヘルシア緑茶やサントリークロウロン茶など、特定保健用食品にあたる製品が開発され、商品の単価を大きく上昇させた。一方で、原料の輸入茶に残留農薬が発見された、問題の影響などもあって、 茶系飲料の生産は2005年頃をピークとして成熟期に入っている。日本の清涼飲料水における生産量のシェアは28.7%と2位の炭酸飲料の18.5%を抑えてトップになっている。特に無糖の茶系飲料はどんな食べ物にも合う点が消費者に評価され、コンビニエンスストアの店舗及び弁当販売増加の影響などもあって、 売り上げを伸ばしている。清涼飲料水一般と同様に、茶系飲料の市場は河川化が進んでおり、特に緑茶飲料については2006年の時点で、上位10社が年間販売金額の95.5%を占め、さらに、伊藤園とサントリーの2社だけで54.5%を占めている。なお、緑茶飲料とブレンド茶飲料、 麦茶飲料を合わせた日本茶飲料では日本コカ・コーラと伊藤園の2社が同年の販売金額の53.3%を占める。一方で伊藤園は緑茶飲料の自社工場を持たないなど生産は委託化が進んでおり、茶系飲料の委託生産比率は生産量の76.8%に達する。ブレンド茶及び緑茶飲料ではそれぞれ86.4%。 82.3%と特に委託比率が高い。清涼飲料水の製造事業所は従業員19名以下の零細な事業所が44.4%を占めており、ブランドオーナーの大企業は新商品開発に特化し、生産は小規模な下請けメーカーに委託する傾向がある。2007年の時点で茶系飲料のペットボトルの使用割合は、 生産量の81.9%を占め、清涼飲料水全体の59.5%に比べて顕著に高い。1982年の食品衛生法改正によって、清涼飲料水向けに使用可能になると、ウーロン茶飲料向けなどに大型のペットボトルが用いられた。やがて茶系飲料全体に使用が広がり、さらに5 0 0トルなどの小型のものも登場し、 軽量なペットボトルの存在は、茶系飲料の生産増加の一因となった。1990年代には、アジア各国で、ペットボトル入りの茶系飲料が商品化された。韓国では1993年に、太平洋が、緑茶飲料。1995年には、東西食品とロッテ7製飲料が、ウーロン茶飲料を商品化し、同時期に、国内の茶消費量が大きく増加している。 中国では1997年にウーロン茶飲料が日本及び上海の合弁企業によって発売され全国に茶系飲料が広まった。なお中国では加藤茶が主流でありジュースのような感覚で消費されている。またベトナムでも2010年代に入ってペットボトル入りの茶系飲料が普及しつつある。こういったアジア圏の国々では 日本式の無糖の茶系飲料は、非式力茶などの名称で販売されている。2000年代の調査によれば、一人当たりの茶系飲料の年間消費量は、日本の60リットルに対し、アメリカは13.6リットル、ドイツは6.5リットル、フランスは3.2リットル、オーストラリアは0.9リットルなどとなっている。食事と共に冷たい無糖茶を飲む習慣がないことなどが、 日本と比べて他国で消費量が少ない原因として挙げられている。なお、ユニリーバやトワイニングなどがアイスティーをはじめとする紅茶飲料を製造販売している。ありがとうございます。